はい、では温まってきましたので油を入れます。ご飯をそうそう入れます。塩も入れます。ではここに卵投入します。あ、いい音だけ。硬くなりすぎないようにちょっと早めに止めちゃいました。はい、おお、あんはんはん、こんなもんです。こんな感じにうまいこと乗っかりました。はい、そして野菜をもやし、人参、小松菜、少々キャベツが入ってます。塩、コショウ、この椎茸の戻し汁をちょっと入れたいと思います。うん、はい、そしてもうこの辺で仕上げということで片栗粉をたらーっと、うん、ということであとは持って終わりです。出来上がりました。